こんにちは、アラフィフの黒い黒子です。今回はアラフィフが顔全体のシミをピコレーザーで撮ってみたらの動画2回目です。私はもともとシミが1個濃いのがあるとかいうタイプではなくて、頬全体のところに小さいシミがブワーッと出てきたような感じでした。もともとそんなにシミが気になるようなタイプではなかったんですけれども、ある日突然浮き出てきた、気になったという感じでした。それ以外にも頬を中心に毛穴が老化によって毛穴のたるみ、毛穴の開き、あと鼻の毛穴の開きがとても気になっていました。なのでシミ以外にも、毛穴対策をしたいなというふうに思っていました。当初の予定ではシミ、ここの出てきたシミのところにはピコスポットというのを当てて、頬の毛穴や鼻の毛穴、その対策にはピコフラクショナルが良いというのを見たので、その2つをできれば同時に施術したいなと当初は思っていました。そしてネットで選んだ銀座の新しく開店した美容皮膚科の施術当日、私は午前中に予約を入れました。化粧を落として写真撮影、それから先生の診断でした。男性の先生でした。写真解析と私の顔を見た先生は、ここの頬のシミ、これは肝斑で、今回はレーザースポットを当てられませんとのことでした。この時まで自分が頬に肝斑があるなんて全然思っていなかったので、とっても驚きました。そしてここのところの肝斑を避けてピコスポットを全体的に当てていくことは可能ですと。そしてピコスポットを顔全体に照射するとかなりダメージが強いので、一緒に毛穴対策のピコフラクショナルをすることはおすすめしませんと言われました。結果確かにそうでした。他にもいろいろとオプションなどをおすすめされたんですけれども、私の当初の予定でピコスポットを当ててシミを消していく、それだけを対策をしたいという提案をしたところ、それを採用していただきまして、顔全体にピコスポットを当てていきましょうということになりました。この時言われた肝斑なんですけれども、よく考えたら時間がある時に脱毛器の美顔カートリッジを使って熱心に頬を当ててた時期があったんですけれども、その時からちょっと濃くなってきたのかなと思うこともあります。これはあくまでも私の考えです。施術自体は先生が当ててくれました。一つ一つ丁寧にレーザーを当てていく感じで、パチッと音がして焼ける、それでちょっと熱いたいなという感じです。初めのうちはそんなに痛くないな、大丈夫かなと思ってたんですけれども、どんどん打つ箇所が多くなるに従って、熱い、打った場所が熱くなってきて痛いというのが増してきた感じでした。照射数はだいたい自分で数えて150箇所ぐらい、時間にして20分あるかないかなぐらいでした。照射が終わったら看護師さんの方が薬を顔全体に塗って、保冷剤を乗っけて、だいたい10分ぐらい乗って冷やして、それで終了でした。打った場所にテープとか貼ることとか、そういうこともなかったです。その後看護師さんの方からは、照射した場所はかさぶたになってだいたい1週間ぐらいで落ちていきます、薬をちゃんと塗ってください、で日焼け止めをしっかりと塗ってくださいとのことでした。そしてだいたい1ヶ月後を目安に再度来院して、診断をもう一度してくださいとのことでした。これが直後病院で撮った写真です。とにかく熱くて痛かったです。まだ顔が腫れてる感じで、すごい熱いたいなというのがかなり続きました。着替えが終わったら薬をもらって帰宅。薬はリンデロン、炎症を抑えるリンデロンと、あと肝斑に効くトラネキサム酸、朝夜飲む2錠分を1ヶ月でした。金額は全て合わせて割引等もありで2,750円でした。私はそのまま化粧することなくマスクをして帰宅。その夜の日はお風呂に入らずシャワーのみで済ませました。その後にまた薬を、これから毎日顔洗ったら薬を塗るという生活をしていました。夜になるとかなり顔の状態も落ち着いて、熱い痛いというのもなくなり、かなり落ち着いて、もその頃には普通、ほぼ普通に戻っていたかなという感じがしました。翌日からは化粧してもいいということでしたけれども、私は特に人に会うこともなかったので、日焼け止めだけしっかり塗って、過ごしました。それから1週間後の写真を順番にどうぞ。やはり最初のうちはかさぶたがとてもひどかったので、人に会える状態ではなかったです。
かさぶたは無理に剥がしてはいけないということでしたので、自然とかさぶたが剥がれるのを待ちました。少しずつかさぶたが取れていったんですけれども、1週間ではまだちょっと点々が残ってるかなという感じでした。10日ぐらい経ってほぼ全部が取れました。かさぶたが取れてシミも一緒に取れて綺麗になったかなと思うと、そこまででもなく、かさぶたが取れたところが白抜けして、ちょっと他の色、肌の色と差がある感じはしました。それから徐々に周りの肌の色と白抜けしたところが徐々に馴染んでいった感じで、あ、ようやく綺麗になってきたかなと思っていたところ、今度は逆に徐々に照射したところがまたシミのようにちょっとずつ黒くなってきた感じがしました。あれ、またなんかシミが浮き出てきている、あれ濃くなってきてるかな、ん？というか前よりどんどん汚くなってきてるんじゃないかなという感じが2週間してちょっとずつ出てきたんです。これはどういうことだ、知らなかった、むしろやった後の方が汚くなっちゃった、これ元に戻るの、元に戻らなかったらどうしようとかなり焦りました。それで病院に電話をして1ヶ月と待たず27日後に再度受診の予約をしました。その時初めてレーザーをした後に炎症後色素沈着というのがあると知りました。特にその説明は病院からはなかったです。ピコレーザーは他のレーザーに比べると炎症後色素沈着というのは少ないようなのですが、私の場合は結構濃く出てきちゃいました。これは体質、日焼けしやすい体質とかいろいろあると思うんですけれども、若い人に比べてやっぱり老化、アラフィフでの老化による肌のターンオーバーが弱いのかなと、ここでも老化を感じたのでした。そして病院へ行くことになりました。3に続きます。